植物を閉めて作りたいい屋内しか置き場所がない部屋の中で楽しみたいそんな方のためにですねはいい植物ライトっていうのがありますよね今回はその植物ライトの選び方について、えー、ご紹介というかねお話ししていきたいと思いますというわけですねじゃーんこちらにめちゃくちゃ眩しいですけども植物ライトが置いてありますはい一応ですねこんな感じであのね ココンルコディアナとかねそういうまああのくるくる巻くタイプのやつをここにねいっぱい置いてあるんですけどもやっぱりねあの太陽光、まあ、曇ったりする心配がないですし太,鼓太陽光よりもね朝から晩まで強い力光を当てられるということですね植物ライトかなり有用ですただですねあのアマゾンとかねいろんなネットで植物ライトいっぱい売られてると思うんですけどもまあねどれを選んだらいいのかまあ わかんないいですよねはい、というわけで,ですね全部解説していきますのでご、えー、ごゆっくりご覧くり覧ださい今回はですねはい、えー、3つの点について、えー、まあ、どういうふうに、えー、見ていったらいいのかっていうのをご紹介していきたいと思います。まずねまあ明るさですあとライトの色ですね赤紫とかああいうライトもあるしまあ、白いのもあるしどっちがいいのかっていうのかはいあとねどんな形の、えー、ライトがおすすめかっていうのも、えー、一緒にご紹介していけたらなと思ってます。 というわけでまず一つ目の明るさについてなんですけどもこちら基本的にはですねはい単位が PPFD という、ね、やつで測ります。これはですねまああのえっ、ー、とまあ植物ね光合成するためにです、ねまあ、光子光のね一粒一粒がねこう葉緑の中でね当たってこう、まあ、エネルギーを取り出してるんですけどもでそのですねあの単位があります。でえーよくなんか ま youtube とか見てましたらルクスでねあ測ってる方おられますけどもこちらねかなり別物なんですよはいあのルックスっていうのは人間の目が、えー、どれくらい明るく感じるかっていうのを、えー、測る、えー、指標になってますで反対に ppfd っていうのはまあ一定面積あたりに、えー、光子ですねあの光の粒が何個 飛んできてるかっていうのを、えー、数で表しているはいものになります。なのでですね。まあ、かなりルクスっていうのは人間の目ありきのね。かなり、あのまあ、植物はまあ、言っちゃえばほぼ何の関係もない指標なので。はい、あんまり参考になりません。というわけで,ですね。どれくらいルクスが当てにならないのか、っていうのを今ちょっとお見せしていこうと思います。はいでね。ppfd を測る時にはまあ、こういうね、えー、専用のあの機械これね。 あの高,周高密度量子測んちゃら忘れましたけど、はい、測定器です普通のね照度計ルックスが測れるやつとはねあのかなり違ってこちらですね、まあ、PPFD の値も測れますしでこういうふうに、ね、スペクトラムも出る。 っていう、はい、感じになりますこれね、あのー、かなり安い方の、えー、PPFD 測定器なんですけども、はい、10万円しますはいなかなかねあの一般の人が買えるもんじゃないと思うので、はい、これでですね、まあ、ちょっとどんな感じなのかっていうのを、えー、こちらのねあのこれね色が変わるんですよこうちょっとねこっち今明るい色になってるんですけど、えー、こっちをね消してこっちですねはいちょっとオレンジっぽい光とちょっとね白っぽい光 まあどっちもね、まあ、白色ではあるんですけどちょっと微妙なね色温度の違いがあるものを2つをね、えー、これから比べていこうと思います。はいというわけですね、えー、白とちょっと黄色っぽい色のですね、えー、ルクスと PPFD 比べていこうと思います。はい、まずはね白い方、えー、PPFD がですね、はい、2万、うんまあ、ちょっと1000、まあ、ちょっとぐらいですねで PPFD の方は、えー、300ぐらい。 ははい、といい、ととうことでした、はい、続きまして、えー、黄色い方ですね、ちょっと黄色っぽい方はい、こちらね、PPFD は同じ300ぐらいなんですけど、ルクスを見てみると、1万6300ちょっとぐらい、まあ、ちょっと200とかぐらいなんですよね。はい、というわけで,で、すね PPFD、PP F D 同じなのに、ちょっとね、色温度が、色がね、ちょっと黄色っぽかったりするだけで、ルクスに関しては5000ぐらい、ね、値変わっちゃうんですよね。 はいというわけでですねいかにルクスが、えー、と当てにならないかということをね、えー、分かっていただいたと思うんですけどもなので,です、ね、全然別ななんでですよねなのルクスでね5,000違ったらで2万とかだったんでもう4分の1効量が違ってるってことになるんですけども実際はもうほぼほぼ変わってない同じ効量っていうことになります。というわけで,ですねルクスで、まあ、説明があったり 説明してているやつとかっていうのはまあ、かなり、まあ、話半分に聞いておくと良いとと思いいいますはいはい、というわけで,ですね、まあ、ここまでなんか PPFD とかについてお話ししてきたんですけども、まあ、実はどれくらいの数値がいいのかっていうところで,ですね、えー、基本的に、まあ、基準となるのはやっぱり太陽光ですよね。で太陽光がじゃあどれくらいなのかっていうとやっぱり、ね、夏と冬によって違うんですけども、えー、夏だと2000。 えー、冬だと、まあ、1000ぐらいが、まあ、太陽光だよと覚えていただければいいのかなと思います。でですね、まあ、これ、あのー、実際に買う時に p p f d 表記してるやつだったらまあ、はい、いいねい,いいですねいい,ないい感じなんですけど、まあ、もしねというか、まあ、表記してないのもたくさんあると思いますそういう時はねどこで、えー、強さね見ればいいのかってことなんですけどもこれははいワット数です。はい、ワット数まあ 1>, ね、1個、はい、ここに、ね、1, 個1ブースあたり1個の,、ね、あの LED ライトがあるんですけどこのライトで160ワットです。でですねこの160ワットを3 0センチ離れた場合の PPFD が、えー、こちらですね、はい、640ぐらいになっております。これですね、まあ、先ほど、えー、冬のの一番高い時の太陽 の ppft が1000ぐらいって言いましたけどもまあこれはですね基本的にあの一番明るい時の明るさですのでまあ夕方とかね朝とかも実際には1日のうちの人にはありますのでまあ、そういうのをね平均して考えるとまあ、700ぐらいでね今すごくいい感じで育っているのでそれぐらいあればはい十分かなと思いますでですねまあ700っていうのはまあ冬の 太陽の場合なので、まあ、もし夏型ですね。夏の太陽を基準に考える場合は、まあ,あの1500とかまあ、1300、1200とかまあ、それぐらいあればかなりいい感じに育てられると思います。はいで、まあ結論としましては、あのワット数を考えるときに何鉢作るかと、えー、を基準にして考えればいいと思います。で、今これですね。1 6 0トで。 40ですので単純計算で1鉢2.5バチなんですけども2.5バチ1つあたり4トの消費電力を、えーまあ、があ,のあ,のある LED ライトを選んでいくでそれで八、まあ、数とか、まあ、こう面積でかけていくといい感じで、えー、計算できるんじゃないかと思います、えー、1個気をつけてほしいのが Amazon とかで。 売ってる時にです、ねまあ、ワット数表記あると思うんですけどもそれがですね本当の消費電力とは別にあの白熱電球に来た場合の何ワット相当の明るさですっていう意味でワットを書いてある時があるんですよねそれははい違いますそれではなくて実際の消費電力 LED の消費電力で、えー、4ワット、まあ、で考えてください。 っていう感じですね。はい、続きまして、ライトの色について、えー、ご紹介ご説明していきたいと思います。まあ、基本的にね。今一番主流なのは白色だと思うんですけども、紫色のライトとかもあるじゃないですか？あれとまあ、どういう違いがあるのか、まあ、どっちがいいのかっていうことについてなんですけども、まあ、あのー、やっぱり。 紫まあ、赤い光と青い光の、まあ、混合で紫色のライトなんですけども、まあ、確かにですねあの緑色の光っていうのはちょっとね赤とか青とかに比べて吸収率は低いです。だいいた赤に比べて 緑の吸収率は70%ぐらいまで落ちるんですよね。でも、ここの計算って電気代だとか、あのライト自体の価格だとかの単純にコスパの話なんですよね。はいでで、あの昔は紫あの白色の led が割と高かったので、えー、安価な青とか赤の led だけでできる限りやろうとはしてたんですけどもまあ、ちょっとね。やっぱり。 あの太陽光の下で育ってる植物なのでやっぱりね足りないものがあるとやっぱりねどこかで生育にねなんかちょっと違うところが出てきちゃったりするみたいですなのでですね基本的には白色を使った方がいいいと思います、まあ、やっぱりねあの紫の光がね部屋の中にあるよりも白色のでちゃんとねえ綺、ー、麗に見える方が、ねまあ、植物の、ね、異常にも早く気づきやすいと思うので、まあ、基本的にはですね まああの完全にこれはコスパの話ではあるんですけどもあのー、今はね白色も安いのではいどんどん白色 LED を使っていって頂ければと思います。はい最後にですねライトの形状どんな形がいいのかについてお話したいと思うんですけどもまあこれはねかなり好みだとか、まあ、ニーズによって変えて 言っていいってと思うのでまあ一応ねあのちょっとね気をつけた方がいいかなっていうところを、まあ、かいいままでお話したいと思いますこのねタイプの,あの LED がいっぱいついてるやつがあると思うんですけどもこれねあのこういう LED がいっぱい,たい,たいついてるものに関してはこのねクアンタムボードって呼ばれるこのアルミの板に直付けしてあるタイプこれがねすごくね放熱効率が よくて、はい、いいと思います。で、もしくは、他の、あの、まあ、一等タイプ、電球型のやつもあると思います。ああいうタイプはですね、あの、中に LED がね、まあ、一個だけの光源が入ってる場合とか、まあ、複数入ってる場合もあると思うんですけど、やっぱりね、一個だけの光源が入ってるやつは、かなりね、あの、影の付き方とかが太陽光に近くて自然なので、まあ、見た目にはすごいいいと思います。でね、あの、やっぱりね、あの、形状で考えるときは、 あのやっぱり放熱ですねあの割とあの寿命に直接関わってくるんですよ、この LED の。はい、あの放熱ちゃんとしておかない、できてるやつじゃないと、まあ、このね、LED の寿命がどんどん縮まっていくので、やっぱりこういうアルミ、直付けだとか、はい、そういうね、放熱に考慮しているのがいいと思います。でですね、まあ、色ですかあのこのこの、このアルミの色、アルミの、このアルミむき出しって、あんまり、 アルミ板からの放熱効率がそんなによくないんですよね。なのでまあ,あの例えばその1等タイプそのこういう電球型のやつとかたまにあのよくあるのはアルミむき出しのヒートシンクがついてるやつだと思うんですけどもそれがね黒くなられてるヒートシンクとかあると思うんですけどもあっちの方がいいと思います。あのまあ、放射熱 で考えると、まあ、50倍ぐらいはあの銀のむき出しよりも黒く塗られた方が放熱効率は高いのでまああの、えーね、そんなにこだわりがないんであれば、まあ、黒い、えー、ヒートシンクがついてるやつがいいかなと思いますあ逆にですねただあの、えー、とこっちですね植物,面植物面が黒く塗られてるやつはこれはですねあの植物の方に放熱しまくりますのであの植物面は銀色とかが はいちゃんとね、まあ、つるっとした銀色が一番いいですねここのねあのやつとかこういうねつるっとした銀色の素材とかってかなりね熱を放射してこないんですよねだからまあそういうやつだと、まあ、植物も熱から守れていいかなという思いますまあそこまでねあの離れてますしそんなに神経質にはならなくてもいいと思うんですけどまあそういう観点もありますという感じですはい といううわけでいかがでかかしょうか今回はですね LED ライト購入をね検討されている方に、えー、選び方っていうのをお伝えさせていただいたんですけども、まあ、これからですね、まあ、LED ライトでの管理だとか、まあ、ちょっと気をつけなくてはいけないこと太陽光との違いとかですねこういうそういう動画いろいろ出していこうと思うのでまたね是非いいねと思った方は「あのいいねと」とチャンネル登録の方是非よろしくお願いします。 はい、あとですね最後にエリオクエストではあの最近ね T シャツを、はい、販売してます。ね、T シャツかっこいいあのマークというかね、えー、図柄の入った T シャツで色もね20種類以上から選べてでそうですね何だっけサイズもあのもうなんか XXL とか S, S とか SM とかなんか分かんないけどいっぱいあるという感じのねやつになってます。でねこれ何がすごいかって言いますとクーポンになる。 はい。イベントに来ていただいたときに、えー、その T シャツをね、着ていただく、来て、来、えー、ていただくと、お会計から、なんと10%割引するという、えー、すごい T シャツになってますので、ぜひね、えー、イベントに来る際はね、T シャツで、T シャツとか、まあ、パーカーとかもあります。はい。で、来てください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハッピープランティング